皆様こんにちは、霊夢です。マリサだぜ。うつ主の秩父363です。本日は2023年の3月2日、ここは東武鉄道の浅草駅だな。今回は臨時の桜トレインに乗車しようと思います。そんじゃ行ってみよう。まずは乗車券を購入しましょう。今回は IC じゃないのか。乗車記念にとっておきたいのでね。で、東京スカイツリーまでの運賃は160円ね。IC で乗るより3円高いんだな。まあ、差額の3円は神代みたいなもんでしょ。で、エスカレーターを上がって2階の改札前に来たぜ。結構早い気もするけど入場して待ちましょうか。まあ、30分ぐらいだしな。あ、200系じゃん。特急両毛に使われている車両だな。この車両は羽生でも見れるから割と馴染みがあるわね。最近はリバティも来るようになったけどな。あ、向こうのスペーシアが発車するみたいね。とか BRC カラーの 101F じゃん。初めて実車を見たけど案外この塗装もありだな。あー、日立 GTO3VSMVATANOTO。 特急ホームの入り口のところには桜トレインの案内が貼ってあるわね。そんじゃ先発の特急も発車したし特急ホームに入るか。桜トレインは3番線から発車するわね。これが浅草名物の急カーブですか。この部分はまだマシな方だけどな。で、ここが桜トレインの乗車位置ですね。あ、あのカーテン内にあるやつだよ。去年のワクワク鉄道フェスタの東武ブースで1000円で売ってました。で、13時20分ぐらいに200系の回送が発車していったわね。てかこれ桜トレインを走らせるためにわざわざ回送してんのか。この後に3番線発の両毛があるんで多分そうなんじゃないですかね。ご乗車ありがとうございました。で、13時25分頃に桜トレインが入線してきたぜ。使用車両は634型スカイツリートレインですね。634型は6050系を種車として2012年に登場した形式ね。形式名の634はスカイツリーの高さである634メートルが由来になっているぜ。助手席側には桜トレインの副像が掲出されていますね。で、スカイツリートレインといったらこの塗装だよな。この水玉模様は地上で放たれた風船がスカイツリーを中心に舞い上がる様子をイメージしているようですね。てかなんで幕が普通東武日光同時になってんの。設定ミスかなんかだろ。で、扉が開くと同時に駅員さんがスロープを設置してくれたわね。さすがにこの隙間をまたぐのは大変だからありがたいな。で、発車まで10分ぐらいあるんで車内紹介でもしましょうか。1号車の座席は 1+2の3列の配置になっているな。これは3号車も同じようね。1号車前よりには荷物置き場とイベント用のステージが設置されているな。荷物置き場の前には前面展望ができるフリースペースが設置されていますね。車両後方にはトイレと洗面台が設置されているわね。次は2号車を見ていきましょう。2号車は1人掛けの座席と窓側を向いた2人掛けの座席が設置されているな。車両後方には1号車同様荷物置き場とフリースペースが設置されているわね。こっちはステージの代わりにソファーとテーブルが設置されているな。で、運転台はこんな感じですね。6050系時代と変わってないわね。一通り車内も見れたのでそろそろ座りましょうか。そんじゃ座席周りの紹介をするか。テーブルは Nアーム式のものが設置されているわね。ちょうど飲み物とお弁当が置けそうなサイズだな。で、肘掛けの下にあるボタンを押すと座席が倒れます。後ろに通路があるからそこまで倒れないな。枕カバーにはスカイツリートレインのロゴが入っているわね。座席モケットにはスカイツリーイメージキャラクターソラカラちゃんのシルエットが入っているな。まあ、座席周りの紹介はこんなもんですかね。13時35分、列車は浅草駅を発車。列車は東京スカイツリー駅までの 1.1km を約5分かけてゆっくりと進んでいくぜ。浅草駅を発車するとすぐに国道6号の上を渡ります。国道6号は東京都中央区の日本橋を起点とし千葉県柏市、茨城県水戸市、福島県いわき市を経由して宮城県仙台市に至る一般国道だぜ。列車は間もなく一番の見どころである隅田川橋梁を渡るわ。桜はほとんど咲いてないですけどね。早咲きの桜が数本咲いてるぐらいだな。とりあえず隅田川橋梁について解説しましょうか。隅田川橋梁は隅田川にかかる全長166メートルのカンチレバーワーレントラス橋梁ね。竣工は昭和6年5月で今年で93年を迎えるぜ。とりあえず解説はこんなもんですかね。あ、スカイツリーだ。634型は天井付近にも窓があるのでスカイツリーが見やすいですね。で、列車は隅田川橋梁で数分間停車するみたいだな。あ、最悪なところに止まったわ。2分ぐらいして再び動き出したわね。てかそこにあるライトはなんだ。ライトアップ用のスポットライトですね。どうやらスカイツリーと連動して橋をライトアップできるようね。
隅田川橋梁を渡るとすぐに首都高6号向島線の下をくぐるぜ。6号線の下をくぐると隅田公園が見えてくるわね。今日はなんかのイベントをやってるみたいですね。列車は間もなく終点の東京スカイツリー駅に到着するぜ。この駅は2012年までは成平橋って名称だったわね。2012年のスカイツリー開業に合わせて現在の駅名に改称されたんですよね。13時41分、列車は東京スカイツリー駅に到着。飛んで降りて写真を撮りに行きましょうか。あ、X だ。その呼び方だとツイッターみたいになるだろう。あ、海藻が発射するみたいですね。てか海藻でどこに向かうのかしら。どうやら押上駅の先にある電流線に向かうみたいだな。そんじゃ撮影も済んだので改札に向かいましょう。で、今回の動画はここまでだな。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。